公共曲第2番コペルニクス等作品31はヘンリック・グレツキにより作曲された合唱公共曲。グレツキは1972年に天文学者コペルニクス生誕500周年を祝うためソプラノ・バリトン合唱と還元楽のための大規模な形式の公共曲を作曲した。テクストには詩編第145編第6編と 第135編及びコペルニクスの著書である研究の回転についてが用いられている。この曲はニューヨークのコシチュシコ財団から移植されたもので、グレツキにとっては祖国ポーランド以外の聴衆に自らの芸術を問うチャンスとなった。例によって彼は題材の研究を熱心に行い、とりわけコペルニクスの発見の哲学的地区に取り付かれた。 もっとも彼はそれらすべてを肯定的に捉えていたわけではない。ノーマン・デイビーズはこう述べている。彼が発見した地動説は広く行き渡った人々の事象の捉え方対してに起こし得る最も根本的な革命であった。アドリアン・トーマスはニューグローブ世界音楽大辞典第2版においてこう記している。第2楽章は1960年代後半からの グレツキのより調整的な音楽への回帰における重要な段階が示されており、その過程はいくつかの合唱曲や公共曲第3番で格好たるものとなる。この公共曲は二楽章制で、グレツキがそれまでの作品で用いていたことのある二項的な設計に基づいている。そこでは、第一楽章のフォルテッシモの動き、長い静寂の休止、請求で、 半音階的なモチーフが、比較的穏やかな第二楽章との釣り合いを保っている。第一楽章において、ほぼ還元楽でそうされるけたたましい宇宙の情景に応答すべく、第二楽章はかなり拡大された形式を持ち、前半で蓄えた緊張を和らげる。この公共曲は、彼の他の作品に比べると、演奏、録音の機会に恵まれていないが、それは、非常に巨大な還元楽。 ソプラノやバリトンのソリストと大規模な合唱が必要なことが理由の一つとなっている。しかしながら CD 音源は複数入手することができる。最も入手が容易なのはナクソスから出されたアントニー・ビットの指揮によるものである。ありがとうございます。